はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日もプラネットズーの続きやってまいります。前回はですね、こちらのラマさんたちの飼育エリア作ってみました。で、前回の動画をご覧になった方なら、お分かりいただけると思うのですが、ちょっとだけ広くしております。具体的に言うと画面右側の部分ですね、この辺りを拡張したような感じです。それでなぜこのようなことをしたのかと言いますと、なんとラマさんたちの赤ちゃんが生まれたからなんです。実はね、今その子がね映っているんですけど、皆さんわかりますか？よーく目を凝らしてみてください。そうです、こちらにいるんです。はいはい、こちらがラマさんの赤ちゃんでございます。ちょっと大きいですよね。うん、お父さんお母さんとね比べるとね、そこまでね変わらない感じ。でもやっぱりちょっとちっちゃいサイズ。いや、いいですね、やっぱり可愛いっすね。こんなにもね可愛い子が生まれたんで、ぜひともお客さんに見てもらいたいところなのですが、残念なことにですね、ご覧のようにお客さん誰一人といません。参りましたね。まあなぜお客さんが来ないのか、私が思うにですね、この場所は歩いていくには遠すぎるのではないかと。以前作ったクリスマス村も入り口から離れた場所にあるので、最初のうちはね全然お客さんが来てくれないという状況でした。そのようなことがですね、今まさにこのラマさんのいる南米エリアで起きているということはですよ、そのエリアにお客さんを招くためにはクリスマス村でやったことと同じことをもう一度ここでやってみればいいのではないかと。つまりゴンドラの駅をここにも設けようということです。そこで今回のテーマいきましょう。こちら、ゴンドラの南米ステーションを作っていこう。はい、ちょっとねここ最近建築会がねめちゃくちゃ多いのですが、ステーションを作ってこの辺りもね、お客さんで賑わう場所にしていきましょう。さあ、それでは早速やっていきましょう。まず最初にステーション建てる場所なのですが、この辺りにしようかなと思います。そうしましたら、一度作ったこちらのゴンドラをまた編集し直しましょう。思い切ってですね、この辺りのレールを一旦消しまして、よいしょよいしょよいしょと、はい、クリスマス村手前の方までねレールを消しました。で、これを南米エリアのある方角に向けてまっすぐ伸ばしちゃいましょう。ほい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 、よし。で、この辺りでちょっと曲げまして、こうしてこうしてこうして、で、こうかこうか、こんな感じか。そして、乗り口となる部分を作りますと、はい、とりあえずこんな感じですね。で、問題はこの先なんですよね。どういう風にして一周作るか。とりあえず今回は、南米エリアのステーションを作るということに集中したいので、ちょっとこの辺り細かいところを考えずに、レールを敷いていきましょう。ちょっとアフリカエリアの真上を通るようにして、こんな感じで接続と。よし、 OK です。はい、というわけでゴンドラの一周がですね、南米エリアの方まで拡張されました。そうしましたら、入り口と、出口部分をそれぞれ設けまして、で、歩道も敷いてしまいましょう。はい、こんな感じでつなげてみました。ちょっとね、この待機列となる歩道のデザインが、この白いのしかねまだないのがね気になるところではございますが、まあ仕方ないです、これでやっていきましょう。そしたら出口の部分もつないじゃいまして、はい、こんな感じでございます。そしたらこれをベースにですね、建物を作ってまいりましょう。それで今回作る建物なのですが、今までですねあちらに見えるように遺跡風なものを作ってきたのに対し、今回はですね、どちらかというと村風な感じでいこうかなと思います。で、これまた一からね作るとなるととても大変なので、こちらのね動画で一度ご紹介した、はい、この建物ですね、 DLC を購入した際についてくる、設計図ですね、これをうまくですね活用していきましょう。確かあの動画ではですね、なんかカフェ風にするのもいいかもしれないねっていう話をしたと思うんですけれども、ちょっと今回はこれをステーションの建物として使っていきます。そしたら早速ちょっとこれをステーションと重ねてみまして、こんな感じになるのかな。ちょっとかぶさってはいますが、一度これを設置いたしましょう。ほいと。
でこうやって見るとね、まあまあちょっと形が似てるのかなっていうふうに個人的に思うんですよ。ちょっとだけ手直しするだけで、それ風な建物が出来上がりそうな感じはします。早速やってみましょうか。そしたらですね、ちょっと入り口部分からいじりましょう。建物を選択していらないパーツから消していきます。この辺とかいらないんですよね。こういった竹のパーツもちょっと入り口をね塞いでしまってますので消しちゃいましょう。ほい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 。はい、こんな感じですっきりいたしましたね。うん、もうこれだけ見ててもだいぶ入り口感ありますよね。うん、いいね。そしたら今度は屋根の部分もちょっと改造いたしましょう。ちょっとこの辺りの屋根を膨らませるようにしましょうか。どういうことかというと、こういうことですね。よいしょ。でこれを消して、このパーツをコピってこっちに持ってって、でこのパーツをここにコピってこうで、でこの間が埋まるように、屋根のパーツをここにも取り付けますと。はい、こんな感じですね。うん、 OKOK。 反対側にもね同じようなことをしてみました。そしたらこれをですね、ちょっとさらに上にも伸ばしていきましょう。こんな感じでしょうかね。反対側にも全く同じことをしまして、よし、こんな感じになりましたね。うん、で今度はレールの重なる部分もいじりましょう。もうこんな感じにね、貫通しておりますので、これを思い切って消しまして、いらないパーツを消していきますと。でこの隣に伸びているこの屋根をなんだかうまく使えそうなので、これを指定しまして、こんな感じに移動させちゃいましょう。そしてこのパーツをこれもちょっと移動させまして、ただちょっとなんか角度がありすぎますね。高すぎるって言ったらいいんでしょうかね。高すぎるな。ちょっと変えよう。これぐらいの角度のものを使ってみましょうか。イメージとしてはこうかな。この竹をちょっと角度変えてあげれば、はい、こんな感じですね。でこのパーツを、下に持っていくと。よしよしよし、 OKOK。でさすがにね、このちょっと真ん中の部分が寂しいので、ここにさらにですね、この手前の部分をコピーいたします。骨組み部分もまとめて選択いたしましてと。そうだな、こんな感じにしてみようかな。ほい、どうでしょうかね。まあ頭が2つあるように見えますが、まあとりあえずじゃあこれでやってみましょうか。そしたら裏側の部分も、同じ感じでやっちゃいましょう。はい、ご覧ください。どうでしょうか。先ほど作った、入り口側の屋根の構造をそのままコピーしてこちらにも移したものになります。そうしましたら続いてちょっと中の方もいじっていきましょうか。必要な柱や床などをちょっとずつ立てていきましょう。そしたら先にちょっと床行きましょうか。はい、こんな感じで床部分が出来上がりましたと。であとは柱ですね。もうすでに真ん中の部分は立っていますが、こちら側のね端っこの方、屋根の部分にも柱をねちゃんと取り付けてあげないといけませんので、そこをやっていきましょう。はい、出来上がりました。どうでしょうかね。柱の部分ができたことでよりね建物らしく見えてきましたね。うん、よし。そしたらちょっと今回は建物作りはこれぐらいにしておきましょう。本当でしたらね、もうちょっと内装の方とかいろいろできることはあるんですが、今回はですねゴンドラを使ってお客さんが南米エリアに来てくれるということを目的にしておりますので、ちょっとね中身の凝った内装などはまた別の機会にさせていただきます。そしたらちょっとここだけ気になるな。この下の部分、下だけ埋めましょう。下だけちょっとこの辺り地形モリモリさせておいて、よいしょ、まあこんな感じでしょうかね。よし、はい、そうしましたら改めて、建物部分が完成いたしましたと。うん、そしたらこのゴンドラステーションを早速動かしてみましょう。ポチッとな。さあただいまですね、お客さんを乗せたゴンドラがですね、南米エリアのステーションに向かって行ってます。いやー、いいぞ、ついにお客さんたちが南米エリアにやってくるわけですね。うん、さあやってまいりました。ようこそいらっしゃいませ。ついにお客さんたちがですね南米エリアに、到着いたしました。さあちょっと降りてきた一組の家族を見ていきましょう。ラマさんたちのところに寄ってくれるんでしょうか。あー、んー、どうだ。あ
いやーマジっすか。結局こうしてゴンドラの駅を作ったものの、やはり降りたところでお客さんのニーズとしてはですね、お腹が空いただとかトイレに行きたいとか、そういった欲求の方がどちらかというと強いみたいです。そう、どうやらですねラマさんを見る前にやっぱりそういったショップなどを設けてくれる方がお客さんにとってはありがたいみたいですね。唯一例外としてこのピンクのね洋服を着たこのおばさまはですね、ご覧の通り来園者のニーズ、トイレがねちょっと黄色だということを除いてほぼほぼ緑色の、満足状態なので、ラマさんたちを見に来たというような感じなんですね。そうか、やはり動物だけっていうのはあまり良くないみたいですね。確かに考えてみればこのクリスマス村も同じような感じだったわけですよね。最初ドールシープさんを飼い始めた時はお客さんは誰もいなかったと。でそこでゴンドラ施設を設けたのと合わせて、こちらのストリートフォックスコーヒーというコーヒーショップも設けたと。そのおかげでお客さんはコーヒーを片手に、ドールシープさんたちをこう見てくれるという、そういう状況を作り出すことができたわけですよね。ということはですよ、このラマさんたちのところにお客さんが来てくれるにはやはりここにゴンドラステーションを設けるだけでは足りないということですよね。実際にこの駅に降りた人たちの欲求を見てみると、やはりご覧のように空腹度、喉の渇き、トイレなどがね数値が低いです。彼らはその欲求を満たすためにやはりラマさんを見るのではなくて、トイレのあるところ、そしてフードショップがあるところへ向かって行ってしまうと。というわけで次回はですね、ラマさんたちを存分に見てもらうために、お客さんのためのフードショップや、トイレなどの施設を設けていこうと思います。次回の動画もぜひご覧になってください。よろしくお願いいたします。それでは。